けようと思います。これベートーベンの絵ですけど、すごい気に入っていて、主人が高校生の時に描いたそうです。いらないとか言ってたんですけど、勝手に持ってきて飾りました。お引越しした時に。これはこの場所でいいかな。とりあえずスタート。グエンゼンピアノコンクールの優秀賞とか、ミューズ音楽コンクールの銅賞とか、なんかいろいろ。年代物の月刊ピアノ、まあ創刊からすぐぐらいのですかね。古いんですけど、結構アレンジのいいものが、ポピュラーのものが入っているので、希望する人にはこんなとこからも選んだりしてます。私が初めて習ったピアノの楽譜、3歳。もうちょっと頑張ろう。出てきました。多分子供が四つ葉のクローバーを見つけて押し葉にしたものですね。もうすごい昔だと思う。これ多分来年20歳になる長男が撮ったものじゃないかなと思います。こんなところにいろいろ隠し入れていたものなんですけど、ずらりとムジカノーバ、その上にちょっとトロフィーとか、これまでの発表会のプログラムとか置いてるんですけど、まあ、ちょっともうちょっとここも綺麗にします。しました。これ保たないとね。隙間ができて余裕ができたので、これからもまだまだ楽譜増えても大丈夫そうです。頑張った、荷物が届いてるみたいなので、
これまたあのレビューします。コーヒーいただきます。いや今日は朝からなんだかんだ忙しくって、さあご飯食べるぞって思ってたのに朝ご飯を食べてないんですよね。あれ？マヨネーズ中。今日はちょっとマイルドなのが飲みたいので、あ、なんか違うとこ触った。エクストラマイルドじゃなくてマイルド。今11時34分ぐらいかな。ちょっと事務仕事をしてたらもうあっという間に時間が経ちました。いただきます。そうそう、昨日これはあの大人の生徒さんが持ってきてくださっていただいちゃいました。ホットケーキミックス。うちはもうホットケーキミックス本当にないと困るぐらいに結構使うんですけど、だいたいこれ1袋 600g、 1回で 600g 使っちゃうので、まあ本当はね毎月いくつかずつ欲しいんですけど、今ねなんかお一人様一つ限りとかって書いてあったので、まあぼちぼちしか買ってなかったので、今日はもうドーナツ作っちゃうかな。今日は結局うどん、冷やしうどんにしました。おネギもねちょっと干からびたのが余ってたのでちょっと刻んで、で卵、香港節が欲しくて、まあ、いつもちょっと違うの買ってたんですけど、これをこう思い出す。よし、それからネギ投入、まあ、ネギも多めがいいね。そしてよいしょ、入れます。それでここにもう絶対これ本つゆ、なんかもうこれがあるだけで料理の腕が上がった気がするだけで、どれくらいかな。いただきます。ごちそうさまでした。でもやっぱり足りない、なんか食べます。やっぱりパン食べようかな。で結局パンも食べます。マーバレードジャムたっぷり。さあ今届いたのはじゃん、ピチョンくん、こんなの届きました。あの人と交代してもらいます。10年ぐらいあの人頑張ってくれたんですけど、ちょっとねもう蓋開きっぱなしだし、もうあの時々止まります。時々しょっちゅう止まる。週末に入れ替え